ウラジーミル・プーチンとラーダ・グランタ・ラーダは、ロシアの自動車メーカーであるアフットバースが製造・販売を行っている自動車ブランドである。もともとは海外向けのブランドで、旧ソビエト連邦では、ジグリ名で販売されていたが、現在は内外問わず、ラーダブランドで販売されている。ラーダという故障はバイキングが用いた小舟に由来し、同社のエンブレムも図案化された小舟をモチーフとしている。 ラーダ2101ラーダ2103ラーダ21071977年に発売されたクロスカントリータイプのニーバは1980年代から日本にも輸入されていたことがあり根強いファンがいる。新型のラーダは西欧の乗用車に見劣りしないデザインとなっているが東側諸国ではソ連製品への嫌悪から相変わらず悪い車の代名詞になってしまっている。 しかしながら価格の安さと整備性によって現在も非常に多くの新・旧ラーダが旧ソ連構成国や東欧で使用されている。なお、ラーダシリーズには旧ソ連時代にロータリーエンジンを製造して市販車両に搭載された車両が存在したことが近年になって知られるようになった。1974年から2002年まで ロータリーエンジンを搭載したラーダが販売されていたが、冷戦時代に NSU やマツダへのライセンス料を支払わずに生産を行っていた関係で、現在、アフトバーズも表立って、ロータリーエンジンの存在をアピールしておらず、ロシア語の言語の壁もあり西側英語圏諸国も含めて、ロシア国外へはいまだにその全容が十分に伝わってきていない。2008年、 アフトバースは販売不振などにより、ルノーから出資を受けた。今後登場する、ラーダシャワルノー及び日産の技術をベースにした車が登場する予定である。2010年には、ロシア人、カイ一イレーサー、ビタリー・ペトロフとのつながりもありルノーカイ一イと、パートナー契約を結んだ。2012年4月17日、 需要の急減を理由に、リジェフスク自動車工場での2107の製造を終了した。フィアット124をベースとするクラシックシリーズは42年の歴史に幕を閉じた。なお、イザベトでは8月からグランタの製造を開始した。ラーダベスタ2009年の WTCC 日本ラウンドでのラーダプリオラ1975年から80年代中頃までの世界ラリー選手権や、 オンロードカテゴリーにおいて、先進国者に入り混じりポーランドラリーや1000個、ラリーにスポット参戦しており、近世代においては、断続的に WTCC や BTCC で、時折活躍を見ることができた。ラーダ 2105VFTS グレーン、B1975 年から78年の1000、コラリーへ1300、1500、 1979年のアクロポリスラリーからは2011が投入される。この頃はスポット参戦ながらもポイント圏内にコンスタントに入っておりシリーズフル参戦組の中堅クラスを脅かす存在でもあった。1984年から1986年のアークティクラリーではグループ BA2105VFTS。 グループ A には2100号を投入するも周りのマシン性能が飛躍的に上がってきたこともありポイント圏内に入るには至らなかったが各地プライベータの参戦も点在していた。ありがとうございます。